えとまあ、ぼっちぼっち、ちょっと簡単に解説をしながらちょっと進めていきます。で、えー、と一応、まあ、さっきも言った通りで、あのまあ、若干あの、あれですねあの、楽になったというか、ある程度、世の中がねあの、こういう形で、まあ、あのテストやったりするような感じで、まあ、できるようになってきたので、今日は開催してます。で、特にあの何もなければ、えーと、一応ね、今のところ、この7回やるのはちょっと心どおりがあるのと、あとは、まあ、来年担当式受ける方は、<laughs> あの 担当直前とかの前とかにもこういう感じのことをやろうと思ってますので、まあ、担当の過去も全部が範囲になっているような感じで、まあ、200問ぐらい解いてもらうみたいなね、あの効果測定みたいな機会はね。あの日頃、インプットするのは皆さんね、結構、あのどういうインプットをしているかが変わってくる、まあ、私がクラス受けても結局やることは同じなんだろうけれども、あのなんか抜けてるところがまあとにかくないかということを、まあ、しっかりかけていくことが大切になってきます。で、えー、とこのあとまたいう感じになるんだけど、一応あれですね、あの全部担当式はこれは予備式の予備も、験の過去問、うんえー、です。 で予備の過去問で、かつ、えー、正答率7割超えぐらいのやつ、なので、あの外しちゃうとちょっとやべえぞみたいな問題で、まあ、特に担当プロパーであったりとか、あの難易度が高い問題は一応、外してはいるんだけれども、まあ、これ、実際、ゴール、あの予備試験も司法試験もそうだけど、担当式って大体こんな感じだよっていうイメージを持ってほしいかなというところです。 であと記述式ののまは、あのまあ、私の入門とか受けられている方は、あのチェックシートの全部記載であるような内容でなので、あ,のであとはまあど,どんな教材使っても必ず触れている内容であと、あとは予備試験の論文で記述のものとか、そのあたりの論点をパッとあのな並べているのであの、抜けてるときに大切なのがもうフィードバックで、ね、自分のテキストにでもなんでもあの覚えなきゃいけないところに、これ間違えたみたいなことをあのしっかり残しておくと、まあ、次回以降、えーまあ、効果的になるかなと思います。要は あのやってるけど、アウトプットできなかったってことは、それは覚えてないというかね、使える知識ではないので、そこをまあちゃんとあの意識してやっていただけるといいかなというところです。で、えー、と一応今日はあは、まず、要はこういうことみたいなところを、ばっと簡単に説明をしていきますが、まあ、目標点だけはつも申し上げておくと、えー、とまあ今、インプット終わって、これからまあアウトプットに臨もうかなっていうね、えー、まあいわゆる入門終わった段階の方だと、大体目標点60点ぐらい。 でえー、一応、ある程度もうアウトプットもやってて、もう来年のまあ予備とか、ローとか、まあ、来年の何らかの試験を目指される方は、まあ、厳しく言うと85点欲しいところだけど、まあ、80点前後、取れていればいいかなというところです。では、えー、一応、ちょっと簡単に、略解解説をちょっとつけていきますので、これ、一応、アーカイブ用にちょっと一応、鳴らします。てください。 月日ぐらいでこういうのをやろうやっ,て、まあ、やってますので。まあ、気楽にの確認程度でい。 はい。じゃあ、それでは、えー、これから一斉テストの民法の方の、えー、解説講義の方を進めていきます、まあ。とりあえずは受験されたというかね、えー、テストを受けられてすぐだと思いますので、えーま、知識の確認を中心にここで見ていくことになります。えー、今回あの、一斉テスト、ま、今回初めて民法ってことですが、ま、今後も科目いろいろ重ねていくということになりますが、えー、一応二部構成で出題していて、一、ま、部目は、これはあの担当式ですね、ま、足別の形で丸抜を判断してもらうという問題がまあ50問。で、それからあの第2部っていうのは記述式という形になっていて、 でこちらについては、まあ、論文の問題をバンと出してもねなかなか自己採点しにくいところがあるので、まあ、論文の中で問われるような規範であったりとか、まあ、あとは前さばきの段階で使われるような表現とか、まあ、そういうふうなところの知識のところ、まあ、言ってみれば、ここはもう書けなきゃいけないよみたいなところが、スらスら書けるかというところを、出題として出しています。で特に今回、担当式の方は、これはかつ過去の予備試験の問題で、正答率が非常に高い問題、まあ、言ってみれば、外しちゃいけないよという問題で、かつ入門段階で解けておきてほしい問題っていうのを、 並べていますので、まあ、もし間違えた問題もそうです知らなかった問題もそうだけれども特にあの要注意なのが間違えた問題ですね。 あの要は、うろ覚えのものとかではなくて、まあ、逆に覚えてたとか、まあ、そういうものがあったところについては、まあ、今後なんか、えー、大まの穴みたいなね、えー、弱点になってしまうところもありますので、えー、しっかりと確認をしておいていただければと思います。じゃあ、早速ですけども、問題、えー、担当50問ありますので、ちょっと要領よくやっていきますが、まあ、実際、予備試験とか、まあ、司法試験とかだと、まあ、大体問題だと、一足約2、30秒ってところですかね。 えー、で大体解かなきゃいけないというタイムテーブルになっています。まあ、予備試験だと、えー、全部で15問30分という形ですね平均、平均化すると。そうすると1つの問題で5足なので、その70、えー、全部で15問ですから、75個の足を、えー、問題としては30分で解かなきゃいけないということになるので、まあ、1分で2問から3問ぐらいでどんどんさばいていかなきゃいけないんで、まあ、あの解ける問題はもうノンストップで、えー、やっていかなきゃいけないということになるので、まあ、今日やった問題はほぼほぼそういう問題だと思ってください。じゃあ、まず1問目です。 A の B に対する意思表示が A の錯誤を理由として取り消すことができるものである場合、B が錯誤を理由として意思表示を取り消すことができるということで、これはもう条文でも明確にされています。120条ですね、取り消し権者については、120条で法定されています。ですので、120条の2項だね、まあ、いわゆる意思表示の可視の取り消しについては、取り消し権者が法定されています。詐欺錯誤脅迫ということであれば、可視ある意思表示をした者、または代理人、もしくは証継人ということになりますから、こちらはちゃんとあの条文ですね。 120条2項の条文で取り消すことができれば違うだろうということが判断できます。では、こんな感じでね、あの要はこういうことみたいな感じで解説していきます。で、2問目、A は所有する高土地について B と仮想の売買契約を締結した、まあ、いわゆる通報虚偽表示ですかねで、そしてその旨の所有権移転登記をした、その後、B がこの事情を知らない C に高土地を売却した場合、そうするとこの C っていうのは、まあ、問題の場所在として触れておくと、 えー、この A と B との間で仮想の売買契約が締結されてますから、通報した虚偽の意思表示があるので、まあ、94条、えー、1項の通報虚偽表示、そうするとこの C はまあ事情を知らないということですから、善、ま、意、あの第三者に当たるということに気づいてしまえば OK ですよね。善、え、意、ー、の第三者っていうのは当期いりませんよね。 えー、なぜならば、えー、94条2項の第三者で保護されれば、所有権は A から C に直接移転するんですよね。全、え、員、ー、の第三者である、えー、C に対してはその、まあ、現所有者である A から直接に所有権移転しますので、全、えー、種公主の関係ということになります。ということは、AC 間全種公主の関係ですから、対抗関係に立たないので、えー、所有権移転登記はなされていなくても、無、え、効、ー、なされていないときでも、A は C に対して無効主張することができないということになりますわね。 当期、まあ、不要ということですね、もう要,要は当期不要、まあ、なぜならば、まあ、全種公種の関係になりますと。えー、全種公種の関係に立ちますから、まあ、物件変動の当事者ということですよね。えーまあ、この場合、もうちょっと踏み込んで説明していくと、その94条2項の第三者に当たるとされて保護される場合には、今回の事例でいうと、所有者である A から C に直接権利転しますので、物件変動の当事者なんですよ、A と C は。 ということならば、えー、これは登記はいらないよねということは、論理的にいけると思います。ということで、2番はこのところです。じゃあ3番、えー、成年後継にはやむを得ない時がなければ、副代理人を選任することはできない。えー、とこれはね、絶対に引っかかってはいけない問題です。えー、まず、これ、結論とのとは×で、あの法廷代理人は事故の責任でできますからね、105条、えー、条文で言う105条で、法廷代理人の場合には事故の責任で副代理に選任することができます。でなお、気をつけていただきたいのは、やむを得ない自由がなければっていうのは、104条の任代理の場合ですね。 えー、任意代理の場合には本人の許諾がある場合ややむを得ない事情がある場合でなければ、えー、副代理に選任できない。これはどうしてかというとあの、任意代理人は本人と代理人との信頼関係でやってますから、勝手に副代理人に選任することはできないんですが、まあ、法定代理人は法律の規定によって、えー、代理権が与えられるということになりますから、えー、特段、やむを得ない自由というのは要求されてないということになります。でちちなななみにですけれども、あのーまあ、ももろんこれやむを得ない自由がなくても副 その法廷代理人の場合には副代理に選任できるけど、事故の責任ですから、それによって生じた責任というもの、副代理人が選任されて、副代理人が本人に損害を与えたという場合には、そこについてはあの法廷代理人を責任を負うということになりますので、ここは105条をしっかり確認しておく問題です。次です4番父父からららののの代代理理権も与えられててていいないのにに人としし相手方に対して 父所有の不動産を売却しました。で相手方が、えー、この代理権があると信じ信じたことに正当な理由があるときは表定代理が成立する、えー。これ丸にした人要注意です。あのこれ親と子が逆ならいいんだけど、あの親が例えば子供の代理権だったらそれは基本代理権があるでしょ。基本代理権としてのまあ、いわゆる親、えー、権であったりとか、まあ、いわゆる財産管理権っていうのがあるわけですよね。えー、ですけれどもあの子供と親との関係ですからあの特にあの基本代理権は存在しないんですよ。 ということは、この110条の表見代理は成立しないと、まあ、理由としては基本代理権ないので、基本代理権なしですから、まあ、ちょっと引っかかっちゃいけねえかなというところなんで、あの子どもが父親のものを勝手に売っちゃってるって事案ですから、単なる無権代理です。 で無限代理で、かつ基本代理権が存在しないから、110条の表権代理の余地はないってことになりますので、えここはあの条文の問題に読み間違えないようにしておきましょう。では次です、えー、5番、えー、本人からその所有する不動産に、えー、定当権設定する代理権が与えられている、まあ、そうすると定当権設定に関する基本代理権は存在していて、で本人を代理して売却したったってことは、110条の問題ですよね、えー、110条の問題、えー、いわゆる権限外の表権代理で。相手方が 相手方が悪意または有価質であったときでも、えー、転得者が善意無価質であるときには、表権代理が成立する、えー。これはもういろんなところで出るやつね、あの94条じゃなくて、ごめんなさい、えー、110条の、えー、表権代理の対象は直接の相手方だけですからね、えー。ですので、転得者に対して110条は成立しないからね、110条の、まあ、相手方っていうのはあ、ごめんなさい、110条の第三者ですね、条文上ね。えー、110条の第三者っていうのは、 まあこれ直接の相手方に限られると。ということになりますから、この転得者の,その主観要件から、表権代理を成立させるという足自体が間違っているということになりますので、ここはあの外さないようにしたいところ。じゃあ6番、6番は無権代理行為の相手方は、表権代理の主張をしないで、無権代理に対し、 無権代理に対して立候補または損害賠償請求することができる。ここまであってます。えー、表権代理っていう制度は相手方保護の制度なんで、別に表権代理が成立してても、あえてその主張しないで無権代理人を詰めるってことをやってもいいんですよね。これ全然あってる。で、これに対して無権代理人が、表権代理の成立を主張してその責任を免れることができる。これが間違いっていうことですね。 あの、あくまでも、もうキーワードっていうかね、ポイントは、表権代理っていう制度が相手方保護のための制度なので、相手方以外のものが事故に有利に援用することはできないんですよ。ですから、相手方が表権代理を主張するかどうかは自由です。ですが、この無権代理人が表権代理を援用して、事故の責任を免れるっていうのは、これ、生徒主から認められないというのが判例ですよね。はい。じゃあ、7番行きましょう。はい、えー。無権代理人が本人と地の抵当、えー、権を設定したため、えー、本人が抵当権設定登記の抹消、 登記えー、請求書書を提起した後死亡し、えー、その後、無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は有効とはならないということです。まあ、一見すると、これ無権代理と相続っていうふうに考えられるんだけど、あのそもそもこれ、あの死亡する前に抹消登記請求を、えー、提起してますから、 本人の追認拒絶はもうすでなされてますので、その、なんか結論としてはね、あの、なんか無権代理と相続の中で、ね、資格平存説みたいな問題のようにも見えるんだけど、これ、それ以前の問題です。要は、あの、定当権設定登記の抹消登記の、あ、ごめんなさい、定当権設定登記の抹消登記請求書書を提起したってことは、この時点で追認拒絶です。ということは、その後どうなろうが、追認拒絶で確定です。というところかな。 これ自体はもう、追認拒絶と評価しても良いと、えー。追認拒絶と評価することができますので、そうすると、えー、無権代理が有効となるということについては余地はないです。えー、無権代理がもう、えー、これで確定ですよね、追認拒絶、評価 OK ということになりますから、そうすると。 まあこれは今度簡単に見ておくと確定するということになります。ということで、7番まで大丈夫でしょうかね。えー、一応、丸抜についてはあの回答例の方にもああのついてますので、えー、まあ1番から7番まで以上。じゃあ次の部位行きましょう。じゃあちょっとペースを上げながら、はい、8番。はい、10年の取得事項を援用して所有権の取得を主張するものは、なんとなくあの立証することについて推定働きまくりますよね。 えですから、推定が働くものをちゃんと丁寧に言えればいいということになります。えー、とちなみに、継続についてはね、最初と最後が証明できれば間継続されますね。えー、なんで、前半 OK です。えー、最初と最後、占、え、有、ー、開始と10年時のその2つを占有と主張すれば、えー、継続が推定されます。そして、所有の意思、平穏公然、善意まで推定されますよね。はいえー、無過失は、えー、推定されません。 無過失に関しては推定及びませんので、まあ、条文、まあ、不安な方は確認しておきましょうということになりますけれども、えー、推定は186条、1項で、えー、推定の規定がありますが、無過失は入りません。えー、とちなみにこれ、先出しでちょっと触れておくと、あのよくまあ間違いやすい、特に入門段階で間違いやすいのは、即時取得の場合には判例上、全員無過失が推定されますよね。えー、即時取得のの場合にには、えー、念のため条を介して、まあ、要するに えー、占有者の行使する権利は適法だという推定を介して、えー、即時取得の場合には、その188条を通じて、判例上、無過失まで推定するんだけど、事、え、項、ー、取得の場合には無価質の推定、働きませんので、ここはあの確認しましょう。はい、9番、えー、債務不履行に基づく損害賠償請求権ですから、通常の債権ですよね。ということは、えー、知ったときから5年、できるときから10年ということになりますから、えー、これはそのまま丸ですね、条文の知識通りということになります。えー、知った時から5年、えー とということですからね、まあ、問題としても166条、まあ、条文だけ確認しておくと166条の1項1項ということになりそうかな。一応丸、丸ツだけこうつけていくと、まあ、こんな感じですかね。では次、10番。帝、えー、等不動産第三取得者は、えー、その帝等権の非担保債権の消滅事項を援用することができる。事、ま、項、あの援用権者については条文上100、えー、確認しておきましょうかね、145条だね。事、え、項、ー、の援用権者については、えー、当事者が援用できると。 でその格好書きのところでも、これは民法も改正されても、久しいですけれども、えー、当事者の中に、保証人、物上保証人、第三取得者、その他、正当な利益を有するものも含むとしてますから、えー、そうすると、低等不動産の第三取得者は、145条の時効の援用権者に普通に入ってくるということになります。特にこれは、こ,こコメントだけ入れておくと、あのー、この正当な利益を有するものっていうのは、判例上、あの時効によって直接の利益を受けるものだよね。 えこの145条の括弧書きの正当な利益を有するものというのは、時効によって直接の利益を受けるものなんていうのが含まれてきます。で、そうすると、重要な判例としては、あの高順位抵当権者が先純位抵当権者の非担保債権を援用できるかという話、そうすると、あくまでも好順位抵当権者が先え抵当権者の非担保債権を掩用したとしても、結局、その結果、 抵当権が消えて、順位が上がって、配当増えるってあるけれども、それはあくまでも間接的なものに過ぎないと、まあ、いうことから、公、えー、順位抵当権者が先順位抵当権者の非担保債権を消滅事項を援用することは、援用権者として認めないっていうのも有名なところですので、まあ、ここは関連知識としてもう一回見といてください。でちなみにあの余談ですけど、公順位抵当権者は先順位抵当権者の事項の援用はすることはできないんだけれども、ただ判例上認めているのは、本人が持っている事項援用権を代行するってやつね。 本人が持っている専従一定当権者に対する時効を、時効の延用権を代行する形で、同じような結果をもたらすことができるなんていうりました。はい、じゃあ次です。はい、11番、物件的請求権の相手方の問題。えー、この場合、C に対、あ、ごめんなさい、B は A に対して、えー、建物を明け渡せ、建物を収拾して土地を明け渡すことを請求することはできますよね。えっ、ー、と、これはもうちょっと判例の確認ということになりますけれども、あの、 まあこれ、賃貸してますよね。ということは、間接占有ありますからね。いいですね。あの要は、A が B, 土地のと B 所有の土地に何らの権限なく建物を建てて、でそれで、えー、この建物を C に賃貸しているということになります。で、まあ、そうすると、まあ、実際にその建物を占有しているのは C なんだけれども、あのまあ、さっき間接占有って言ったけど、もっと端的に言ってしまえば、あの土地を占有するのは建物の所有者だからね、あの第一義的には。 つまり建物を土地上に所有することを通じて、あ建物をね、建物を所,所有することを通じて、底地を占有するわけですよ。ですから建物所有者である以上は、土地の占有者でないってことはあり得ないんですよね。 なので、ここはもうしっかり押さえておきましょう。まあ、よく言われているのは建物所有イコール土地占有って関係がありますから、まあ、今回、この建物所有者である以上は、えー、物件的請求権の相手方になります。はい、12番。十、え、二、ー、番は、えー、ABC 共有状態になっていて、D に対して明け渡し請求できるか、はい、えー、ということで、単独でできるかですけど、単独でできます。まあ、理由としては保存行為です、えー。不法行為者に対する明け渡しに関しては、えー、これは保存行為ですから、単独で OK ということです。 まあ単独で ok ということになります。えー、でなお、ちょっと余談的な感じになっちゃうんですけれども、まあ、今のまだね施行されてはいないんですよ。施行されてないんですが、えー、一応、解説では250、えー、多分、二条正しがきって書いてありますが、こちらは法律改正が施行される見通しなので、えー、今後は、これは、二百五十二条五項に変わります。二百五十二条五項に変わります。あの言ってることは変わらないんだけどね。昔はあの。 252条正し書きとかになってたんですけれども、えーまあ、改正されて、えー、ちょっと共有周りが変わって、条文については252条の5項というふうに今後変わっていく予定ですので、えーまあ、新しい6項ーーとかで確認しておくといいかな。では、それでは13番、えー。A が B 所有のおつ土地を占有していて、取得事項が完成した、はいえー。問題としては取得事項完成前です。取得事項完成前に C がおつ土地を B から譲り受けると同時に所有権移転登記をしたときは、A は C に対して、えー、この えと落つ土地の所有権を取得事項したことを主張することができるかという問題で、でまず最初に確認、これ C は事項完成前の第三者になりますよね。えー、事項完成前に現れてますから、そうすると、事項完成前の第三者に対しては、全種公主の関係ですね、その事項を取得したものとの関係では全種公主の関係に立つので、えー、事項完成前の第三者に当たります。については。 当期、まあ、なくして OK と。まあ、理由としては前職、全種公主だよってことですね、えー。物件変動の当事者の関係に立ちますので、えー、そうすると A は C に対して、えー、所有権の取得は主張できるということで、13番もあるはい14番。はい、A はで、これはまだちょっと引っかかんないければいいかなと問題で、A は宝石を B に売って引き渡しました。その後 B は宝石を C に売却して現実引き渡し。でその後 A、B 間の売買契約が取り消された。 とするとこれ取り消されることによって初、えーえー、初級的に AB 間の売買契約は取り消されてますから、そうすると、B が最初から無権利者だったことになりますよね。えー、この問題としてはここですかね、その後のところにありますけれども、この AB 間の売買契約を B の脅迫を理由として取り消した時点で、えー、遡って B は無権利者だったことになります。ということは C は、無権利者から買ったんですよね。 という評価できます、えー、無権利者から C は、えー、この宝石を買ったということになりますから、えー、即時取得の要件を満たせば、えー、OK ということになります、まあ。ポイントとしてはここで、訴、ま、求、あ、的に B は無権利になると、まあ。という点をしっかり押さえておくといいかということですね。では14番までで、次15番。 え次は A が B から動産項を買いました。で、占有改定の方法で引き渡しを受けたが、その後 B は C にも売却して、えー、現実に引き渡した。ということは、まずそもそもこれ、占有改定の方法で引き渡しを受けたってことは、まあ、二重譲としているけれども、占有改定も立派な引き渡しですからね。えー、ですからもう、この、これによってもあの対抗要件 OK です。いいですかね。あの占有改定による引き渡しっていうのは、あの ま、問題としては、とりあえずは受けてるわけです。で、その後に C に売却して、現実に引き渡した。ここまでねということは、これはどういう状況かっていうと、B はもうすでに確定的に所有権じゃ失ってますよね。この AB の売買で。AB の売買によって、まあ、ちょっとこれはさっと、ささっと書いておくと、こんな感じなんですよ。えっ、ー、と、15番に関しては、要は A が、 B に対して、まあ、売却して、かつ専、えー、有改定してます。ということは、まあ、条文の方もちょっと確認しておくと、専有改定183条の専有改定がありますから、そうすると、この人がもう確定的に引き渡しによる所有権を得てますから、A は、まあ、まずこの段階ね、そうすると、この A っていうのは無権利者なんですよ。 まあなぜならば、ここはちょっと問題でしっかり分析してほしいんで、この、これがだから、動産の対抗要件としてもう満たされているので、ということはもう確定的に所有権を B に移転しています。で、その後に <laughs> C が売却 C に対して売ったんでしょということは、この C の問題っていうのは、これ即時取得の問題です。 即時取得でできるるかっていう問題になるんですそうすると、まあ、問題としては C は、えー、この B の A に対する動産口の売却について、善意無過失でなくてもってことは、この人、善意無過失じゃない場合は即時取得できませんので、えー、これは、不かということになります。で、えー、この問題は結構ね、あのー、なんか、問題の所在、捉えきれなかった人結構いると思うので、あの二重譲渡の問題じゃないよってことに気づいたかどうか。 要するに、もう動産引き渡しとしてそれ、占有改定しちゃってるんで、A はもう所有権失ってるんですよ、だから A の C の第二売却は、無権利者から買ったっていう話になるので、まあ、即時取得の要否がもっぱら問題になるっていうことに気づけばいいといです。結構ここは間違いやすい。じゃあ16番、はい、A から B、B から C へと順次、機械が売却されていて、B が A に対して金払ってねえと、でこの時 C が提起した所有権に基づく引き渡しにおいて、A の留置権が認められた。 はい、この時に棄、えー、却されるわけがないですよね、えー、留置権の主張が認められた場合には、えー、引き換え級判決になります。これは留置権もそうだし、えー、同時履行の抗弁権もそうですけれども、これは引き換え級判決になりますから、まあ、間違ってるわなということをとりあえず気づけば OK です。えちょっと、まあ、や解説しながらだけど、あの言われたらあーってなってるやつが一番危ないからね。<laughs> あの 実は言われたらあ,あってなってるものっていうのは結構同じように繰り返し間違い者だと思うんでそこはしっかりと直しておくといいと思います、ね。で次です、17番、えー、と非担保債権について不履行があった場合の抵等権の効力どこに及ぶか果実に及びますよね。これは371条で、えー、果実にも及びます、まあ。よく出てくるのがあれだよねあの低等不動産とかであればその賃料債権の物上代ができるっていうところからもね、えーまあ、このような話は出てくると思いますが基本的に抵等権の効力が及んでます。で次に、えー、18番 えー、所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は、えー、債務の弁済期が経過した後には、えー、担保権の実行前でも受け戻し権はできないとありますが、まあ、これはあのまず結論からすると×ですよね。17はるで、えー、18は×ということになりますが、あのまず受け戻し権、いつなくなるかですよねあの。譲渡担保が設定された場合には、受け戻し権がなくなるのは、譲渡担保実行によってなくなるんだからね。えー、ですから、譲渡担保が実行される前であれば、 まだ、電載期が経過した後でも受け戻し権は行使できます。じゃあ、ちなみに担保権の実行ってどういうふうな場合かっていうね、えー、念のため知識面確認。あの、担保権の譲渡担保の実行は2種類ね。あの、貴族生産と処分生産。で、貴族生産の場合には、生産金の提供の時点ね。 お釣りを払った時点というのは、お釣りを提供した時点で生産完了で、処分生産型は第三者からなんじゃんで、第三者に対する契約設定時、契約時です。第三者に対する売却契約が締結された時点で処分完了ということになりますので、まあ、少なくとも、えー、担保権の実行が完了前であれば、いつでもできますということですね。はい、19番、はい、物上代制が全部認められる、大体いいこういうのもほぼ間違いだろうというのはノリですけれども、あのまあ、確実にあの言えなきゃいけないものは、留置権。 え、には物状代理性はありません。なぜかというと、留置権では優先弁済的効力ないですから。ですよね。え、留置権ではもっぱら留置的効力ですから、まあ、留置権には物状代理っていうのは認められていません。えー、ちなみに他の3つについては問題なく物状代理っていうのは認められている。じゃあ次ですね。えー、20番。これ実は正当率ちょっと低かった問題で、結論からするともうツです。えー、どうしてかっていうと、その、低等権者とね、その低等権設定者の特約で、 土地の抵当権の効力が建物にも及ぶという特約を結んだ、そうするとその上で建物にも及ぶかって言ったらそんなことはないです。なぜかというと、シンプル、土地と建物は別なんですよ。つまり土地に対する抵当権と建物に対する抵当権というのは全く別個の不動産だから、例えばね、その従物に及ぼすとか、そういうような特約を結ぶのは別にいいかもしれないけれども、少なくとも抵当権の目的となる別個の不動産なわけですから、2つの、えー、もちろんその目的物として異なっているわけです。 なので、まあ、建物に対して定当権つけようと思ったら、ちゃんと,建物,との建物を目的とする定当権設定役、いりますからね、えー、これはもうあの別個の契約が必要になります。では次に21番、えー、これは採決財権ここからは、まあ、採決の問題ですが、採決財権については、事故の財産と同一の注意を持って権利を構成を足れる、まあ、これなんか、ちょっと違うだろうって気もしますよね、これ、全科注意義務とされてます。こ、えー、これはは判例上ですね、えー、この大採決については まあ全館注意義も負うというふうに考えられています。で、次に、22番、これ引っかかった人も多そうなので、忘れてる人はもう一回チェックしておいてください。えっ、ー、と、債権者代権を行使するためには、えー、非保全債権が、えー、権利発生前の原因に基づいて生じたものでなければならない。これは、差害行為取消権ね。差害行為取消権は、その、 その前の原因に非保全債権が必要だというのはあるけれども、今回、債権者代権なので、こちらはまあおかしいということですね。ちなみに424条3項のきっかけですね、差、え、外、ー、行為取消し権の場合には、そういう要件はついてくるんですよ、424条の3項で,ですか、ね、前の原因に基づいたという要件が必要になりますけれども、債権者代の場合でいらないということになります。じゃあ23番 えー、不動産の譲渡行為が加害行為になりました。加、えー、害行為取消権行使する債権者は、譲り受け人に対して直接事故に対しての所有権移転登機を求めることができる、えー。これは金銭動産だけね、直接事故への引き渡しを求めることができるのは金銭動産のみです。えー、今回、加害行為取消権ですので、えー、条文上の根拠としては、424条の9かな。 424条の9の1項で、金銭同産だったら直接軸への引き渡し求められますけれども、不動産登記は無理ですということですね。ちなみにこれ、加害行為も同じね。加害行為の場合も423条の3でありましたね。423条の3で金銭同産の場合だったら OK。で次、24番知ってれば OK。遺産分割協議は加害行為の対象となります。ね、これはあの、 あくまでも遺産分割協議というのは当事者の話し合いでやってるわけですよね。で当事者の話し合いでやってますから、まあ、実質的にはその財産の移転みたいなね、えー、実質的にはね、話し合いによる財産の移転という側面があるので、判例上、社会行為の対象になるとしています。では次です。えー、25番、えー。譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた。まあ、つまりあの、いわゆる譲渡制限特約がついている債権を譲り受けた者というのは、まあ、ちなみにこれはあれですよね、譲り受け人は悪意または重過失だった場合には、 まあ、債務者は弁済拒めるよっていう話ですよね。念のため確認。あの譲渡禁止特約とか譲渡制限特約ついているものは、一応当事者間で有効に譲渡できるんだけれども、譲り受け人が悪意重過失だった場合には、それ請求されても弁済拒めるんですよ、債務者は。という話。じゃあ、もし仮に債務者の側が弁済拒めるだけですよね。ということは、例えば悪意重過失のある譲り受け人に対して、任意に弁済したら、それを受け取ることは可能です。要は、この条文の、ね、読み方をちゃんと押さえておこうねっていう話ですね。 えー、譲渡制限特約は466条周りにあって、え、ちょっと待ってね、466条の、えっ、ー、と、3項ですよね。あの、拒むことができるだけです、債務者が。ということになりますから、別に、あの、任意に弁済しようとしたら受け取って全然構いませんよってことになります。えー、条文上の根拠は466条3項。ということですね。で、次です。はい、えー、弁済時期について不確定期限があるときは、債務者は、 えー、期限到来した後に履行請求を受けたとき、または期限到来の知ったときのいずれか早いときから地帯の責任を負う、まあ、条文はちゃんと合ってるか、一個一個ね、えー、確認しながらね、どっか変な引っ掛けねえかとか思いながら、丁寧に読んでいくと、まあ、合ってるわねってことになりそうだね。えー、ということで、えーまあ、回答としても、これはまあ条文上の根拠だけやってとき四412条ね。 条の2項とといいうことになりますはい、次、27番、27番も不法行為債権は、総裁禁止というかね、厳密に言うとあれだよねその、受動債権として総裁が禁止されるものですよね、えー、条文確認しておくと、509条ですよね、509条で悪意による不法行為に基づく損害賠償債務であったりとか、生命、身体に侵害を及ぼすような損害賠償ですよね。 この509条の1号2号か。五509条の1号2号で、その悪意による不法行為とか、人の生命、身体の侵害に対する損害賠償は、受動債権として総裁できないんです。で、これはなんでかって言ったら、受動債権として総裁されちゃうと、現実に受け取れないからですよね。えー、現実に受け取る、被害者が受け取ることができないという被害者救済の観点から、受動債権として総裁することはできないけれども、債権者側が、要するに受け取ることを放棄するという自動債権は禁止されてないからね。えー、要はこれは要するに、 この不法行為の被害者がまず、あ、ら受け取るのを放棄して再再再、総裁してるだけでしょう。ということは特段問題ないです。えー、条文もしっかり見といてください、509条を参照ね、自動債権であれば、えー総裁 OK、ですえちなみにこれ、まあ、民法の改正後の話だからちょっと触れとくと、受動債権として総裁が禁止されるっていうのは、この1号と2号に書いてあるもの。 ですでそうすると、えー、悪意による不法行為、または生命身体による損害賠償ということになるので、ちょっと細かいけど、過失による物損については、えー、総裁、受動再建できます。 あまあ、よく交通事故とかであるわけですよ、車と車がぶつかっちゃって、怪我してないみたいなね、その時には別にあの悪意によって不法行為をやってるわけでもないし、生命、身体も損害がないので、いわゆる、ね、過失の物損に関しては、受動債権として総裁できますので、あの受動債権で総裁できないのは、まあ、悪意の不法行為と生命、身体ものっていうふうに押さえたくといいかな、はい。ということで、えー、28番いきましょう。はい、28番ですけれども、えー、こちらも有名なところですね、C と D に二重乗と、債権二重乗として、そして、 先に確定日付が到達した方が優先しますよね。えー、二重譲渡の場合には到達時節を取りますから C への譲渡が最初だからここで確定的に C が、えー、優先債権者になります。でただ、えー、D に対して弁済しちまったみたいなね、えー、B に D に対して弁済しちまったって場合には、えー、どういうふうに考えていくかというと478条で処理するんだよね。えー、いわゆるあの受領権者としての外観を有するものに善意、昔で弁済した場合には有効になるんですよ。 もともとはこれ、到達が C なので、到達が C なので、C が確定的に優先債権者だから、D は無権利なんですよ、受領権ないんですよ、D はもう劣後しちゃってますから。ということは、債権者として劣後している D に債務者である B が弁済した場合、原則無効なんですよ。 なんだけど、400、3例は478条の適用を認めてるんで、そうすると478条は全員無価値であることが必要だということになります。そうすると全員無ってまさにこれなんですね。真の債権者であると信じるべき相当な理由があることが必要になりますで。ちなみにちょっと論文っぽい話すると、この規範を上げた上で、ほぼこの相当な理由、全員無価値なんてほぼないからね。だってだ、だって確定日付やる通知が真で届いてるんだから。 えー、C の確定いずである通知が届いてるんだから、にもかかわらず、D が真の再掲示だって思うことって通常ないので、478条の適用の余地は判例認めてるけれども、この相当な理由っていうのはかなりハードル高いということですね。はい、えー、29番、これ担当やってるとね、えー、いろんなところで出てくるやつです。 債権者は債務者の承諾なければ免除すればできない、そんなことないんです。えー、免除というのは一方的にするんですね、えー。ということになりますが、ちなみに担当の対策を勉強していくと、もうこの免除は一方的にやるってことだけ、とりあえずやっとくと1個消せるっていうケースが結構あるので、もう免除はこれはもう一方的な意思を作います。はい、30番、えー、総務契約の当事者の一方が同時履行の公弁権を行使することができるときでも、相手方の債権について、債権者代権を行使する者に対しては、同時履行の公弁権を行使することができない。 そんなわけないですよね。相手方に言えるんだったら、それを大債権者にも言えないとね、えー、それは意味がないということになりますから、えー、条文もこれしっかり広ってほしい。423条の4という条文。えー、この辺はあの、もう明文化されてますから、423条の4で、要は、債務者に対して言えることは債権者にも言えるんです。大債権者にも。債権大訴訟が提起された場合には、本来の債務者に主張できる答弁はすべて、えー、大債権者にも言えますので、まあ、今回の問題も、 えー、同時履行の公弁権、つまりもし代金を行使されてなかったら、同時履行の公弁権が使えるっていうんだったら、再建代されても同時履行の公弁権は使えますと。じゃなかったらね、相手方にとってものすごく不安定な地位に置かれます。えー、423条の4かな、えー、は条文確認しておきましょう。じゃあ、それでは、えー、ここから再建法なんで、どんどんいきます、はい。売り主が目的物を引き渡し、飼い主が代金の一部を支払った場合において、債務不履行を理由に売買契約が解除された。 はい。この二つ、同時履行の関係に立ちます。で、特にこの辺は、あの、総務契約の裏返しなんですよね。同時履行の公弁権自体は総務契約の履行場面だけれども、解除された現状回復というのはその裏返しってことになりますから、えー、同時履行の公弁権の順用があります。これ、明文であるよね、えー。解除の場合には、えっ、ー、と、546条ですかね。546条で、明、え、文、ー、で順用されてますので、そこはちゃんと引きたいところかなというところですね。 えー、そうですよね。なので、五百四十六条。で、名分規定があります。 でちなみにですけれども、これも、まあ、せっかくだから関連事項やっておくとあの、例えば詐欺取り消しの場合の現状回復、121条の2ですよ、詐欺取り消しとか、錯誤取り消しとかの現状回復の121条の2については、このような解除みたいな順用がないんですよ。なので、その時は533条の累推適用になりますよね。解除の場合には、明文があるから546条で順用されますけど、それ以外のまあ意思表示の可視による取り消しみたいな場合でも、やっぱり立候の裏返しだから、 533条の累積適用で同時利行関係を認めるというのが一般的かな。じゃあ32番、はいえー、残存する部分のみでは契約目的を達成できないことは無彩刻解除ができるということで、まあ、解除の条文の要件、ちゃんと542条にありますよね。えー、542、えー、条の、えー、1項3項。でまあ、解除可能です。はい、じゃあ次です、えー。解除権が行使された場合の原状回復で、金銭以外のときには、 えー、果実を召喚するる義務もあるちなみにこれ、まあ、予備試験とかだと予備試験の論文でも出てるような足になってきます。えー、545条の3項ね。で、規定されてます。で、ちょっとコメント入れておくと、これ、545条の2項も重要ね。あの要は、金返すときは利息もつけて返すと。まあ、解除のときはのしつけて返すみたいな感じで、受け取ったものは金だったら利息つける、ものだったら使用利益なり果実をつけて返すっていうね。えーお互いその えーまあ、利息費用相当、利息相当分をお互いにくっつけて返し合うというのが解除の規律になってますから、まあ、金銭以外のものだったら、果実の変化もくっついてくると。はい、34番、えー、これは手付けに関する問題です。えー、手付け解除にするときには手付け倍返しの話です、えー。口頭により手付けの召還を続けて、催告すれば足りるではダメですよね。えー、手付けについては、えー、条文しっかり押さえましょう。557条1項、倍額を現実に提供しなきゃだめよ。返しますよって言って解除することはできません。 再考、えー、すれば足りるって書いてあるこれは×で、えー、557条1項かな。現実の提供がいると。まあ、現実の提供が必要になりますと。そうで,すね、では次、35番いきましょう。十五番、えー、対抗力のある賃借権を持っている賃借人は、えー、賃貸人の承諾を得ず、 えー、賃借権を第三者に譲渡したりすることができますかと譲渡または転退することができるか、これ、対抗力があってもダメよあの、もう無断譲渡、無断転退はできませんからね、えー、これはもう条文上612条だね、えー、条文上612条で、えー、賃借人には賃貸人の承諾がなければできませんので、えー、対抗力があろうがなかろうが無理です、これはね、えー、612条の一項というとになります。では次36番 賃、えー、着人が適法に賃着物を転退しました。その後、合意解除した場合には、えー、対抗することはできない。まあ、一見あってそうですよね。あのいわゆるあの A から B、B から C みたいに、まあ、転退がなされてると。まあ、こういう感じで、ね、A から B、B から C っていう形で、まあ、こういう形で、まあ、転退が承諾転退されていて、まあ、これが解除されたって話です。で解除したときに、要するにこの解除の効力を、 えー、A が C に言えるか、でこれはもう、まあ、論文の問題でいうと、要は AB 間の契約を解除した上で、A が C に対して明け渡し求められるかという話ですよね。その解除したということを C に対して主張できるか、まあ、いわゆる親がめ、子がめでいうと、この親亀がめがなくなった、で親亀がめがなくなったから出てけということを A が C に対して言えるかというね、そういう問題です。で、条文では613条にあるんですよね。合意解約、AB 間の賃貸借が合意解約だった場合には、 これは A は C に対して明け渡し請求できません。そんな都合いない話、許されるわけないと。で、その一方で、AB 間の賃貸借契約の解除が、えー、債務不履行、AB 間の債務不履行で解除された、まあ、この場合だったら B の債務不履行で A が解除したって聞きですかな、えー、そのような債務不履行を理由とする解除のときには、C に対して対抗できるんですよ。ということは、まあ、問題文を見ると、えー、この合意解約の場合、対抗することができないっていう、なんか、一見するとあってそうなんですが、この部分がちょっとやばそうだってことです。 債務不履行の解除権を有していたときは、債務不履行の解除と同時することができます。613条3項正しがきでも文化されてます条の3項正し書きでも、しっかり書かれているので、これは特に論文を書くときにあたっても、AB 間の元減退釈が解除された原因によって、C に対して、要するにその、 原退者が解除されたから C に適法な転嫁権,権限がなくなったって主張が A が C に対してできるかって話で、まあ、AB かが合意解約だった場合にはそういう A が C に対する明け渡し、まあ、言い換えれば C の占有権限がなくなったってことは言えないんだけど債務不履行だったら言えますんで、まあ、今回はその部分の確認。では次です、えーと。建物所有を目的とする土地の賃貸借の賃借人が、えー、建物を建てて 建物を賃貸することは土地の無断天体に回答する。なんかめちゃくちゃなんかなかったらしいこと書いてるけど、そんなことないじゃんで終わりやすいです。あの、建物を、土地上の建物を譲渡したら、それは無断天体になっちゃいます。無断天体になっちゃいます。あ、まあ、ごめんなさい、えー。そうですね、土地の無断天体になっちゃいます。だけど、これ要するにさ、土地の上に建物を建てて、借りてね。 地主さんから借りて、建物を建てて、その建物の中に人を住ませるということは、別にこれ、建物の賃貸やってるだけで、あの土地の賃貸やってるわけではないです。で、<laughs> でさっきもちょろっと言ったけれども、あの建物所有イコール土地の占有って関係があるんですよ。だから、もし仮に A さんが地主さんで、A さんが B さんに土地を貸したと、で土地を借りている B さんが建物を建てて、でその時点に建物をと、建物を建てた時点で、建物所有を通じ、土地を占有するわけだ。 でもし、A さんからた土地を借りている B さんが、建物を他の人に C に売っちゃったってことになると、その建物所有者が C になっちゃいますから、そうすると、それは土地の占有者が B から C にシフトしたってことになるので、その時には賃借権。 いわゆる天体に当たっちゃうということになりますけれども、あの今回はあ単純に建物を貸しているだけなんで、まあ、世の中、普通にあるでしょ。地主さんから、ね、土地借りて建物を建てて、その中にペナントを入れてるってだけだから、えー、それは全然土地の、えー、天体の問題にはならないよということになります。まあ、その時に、さっきのちなみに、えーと土地の場合、建物を譲渡した場合には、ささっきごめんなさい天体って言ったけど、賃借権の譲渡になるっていう感じで、ね、正確に言うと。 もう一回ちょっとこれは、あの実は記述式の問題でも出してるんで、今回。あの要は土、土地の上に建物を建てるでしょで。土地の上に建物を建てることによって、これ、建物所有者が土地を占有するわけですよね。建物所有者が土地を占有しているわけですで。もし仮に B さんが C さんに建物を売りました。で、建物を売った場合、その建物そのものだけじゃなくて、重たる権利で賃借権も譲渡されるよね、一緒に。87条の累積適用 で10たる87条2項の累推適用で、え土地上の建物を売れば、建物と一緒に土地の賃借権も一緒になってくっついてくるわけですよ。そうすると結局、建物を買うってことは、その建物そのものを買うことに加えて、一緒に底地の利用権、賃借権も譲渡を受けるから、そうすると、その場合には土地の無断譲渡っていうかなえ、賃借権の無断譲渡ってことになってくる、だからその時は承諾なきゃだめよっていう話なんですよ。なので、あの建物を売ったか賃貸したかで全然変わります。 あの建物を賃貸すること自体は問題ないけど、えー、建物を売ってしまうというかね、建物を譲渡してしまうと、賃借権の無断譲渡になりえるというところね、そこはちょっと確認しておきましょう。はいじゃあ、えー、38番、まあ、この辺はもうばーっとやってみましょう、えー、条文あるだけ、えーえー、655条ね、えー、これはもう書いてある通りはいり。39番、はい、事務管理の継続はどこまでか、現にか着手するまでではなくて、着手できるようになるまでね。 えー、ここら辺もどんどんいきましょう、えー。管理できるに至るまで、これは700条にあります。えー、現に管理することは必要ないです。で、40番、<coughs> A の不法行為によって、未成年者 B が、えー、重傷を負ったという場合ですね、えーっと、そうですね、重傷を負った場合において、えー、B が自理弁識能力を有していなかったときであっても、損害発生について B の親に監督上の過失が認められるときは、 A は過失相殺による損害額の減額を求めることができるという問題ですけれども、まあ、こちらもまるでいいかなというところですね、要は、いわゆる被害者側の過失ってやつね、だからこれ、必ずそうなるかどうかっいうところは難しいところはあるんだけど、そのまあ、今回、親でしょあの、一応確認すると、この過失相殺の場合っていうのは、まあ、被害者側の過失として、まあ、身分上、生活関係上一体と認められるものの過失というものも考慮されて、過失相殺されるよね。 そうすると、まあ、身分上生活関係上一体と見られるものといった場合、まあ、今回、この親でしょとなると、整形一つとしていると考えられますから、まあ、特にまあ深く考えずに、えーまあ、未成年者で自理弁識能力を持ってない、つまりちっちゃな子供だよね、ちっちゃな子供の親ってことになれば、それは身分上生活関係上一体と見れますから、そのものの過失があるならば、えー、過失相殺は認められるということになります。まあ、よくあるのはあれだよねあの、本当にちっちゃい子供が飛び出したっていうやつです。 ちっちゃい子供が飛び出して車にはねられちゃったんだけれども、そのちっちゃい子供の親が近くにいたのによ,よ,よそ見してて飛び出すのを止められなかったみたいな場合には、その監督しなかったっていうその親の過失は被害者側の過失として、えー、過失相殺として考慮されるってことだね。ででは次です、えー、未成年者が他人に損害を加えた場合 えー、未成年者の親権者が損害賠償責任を負うこと、これは普通にありますよね。えー、この親権者自身の監督義務違反というのが不法行為を構成すれば、えー、もちろん損害賠償の対象になるけど、未成年者だって責任能力があれば損害賠償を負いますからね。いいですよね。えーまあ、今回、未成年者っていうふうに、まあ、言っただけしか言ってませんから、まあ、責任能力はある場合もありますよね。えー、責任能力を備えれば損害賠償責任を負います。そして42番、これ引っかかんないでね。 えー、生命、身体の不法行為の損害賠償請求権は、えー、5年20年ですよね。えー、主観が5年で客観が20年ということになりますので、まあ、条文上、えー、ここは、まあ、解説にもありますから、解説でも確認しておきましょう。では次に、えー、43番、えー。被害者に対する、一応、これ、間違いだから書いておくと、主観で5年、えー、客観で20年ですね。主観5年、客観20年。ということになります。まあ、一応根拠条文は 724条の1号、2号と、あとは724条の2だよね。一応確認しておくと、不法行為再建は3年20年だよね。えー、主観3年、客観20年なんだけど、まあ、生命、身体に対する不法行為については、時、ま、効、あ、をなるべく完成させるべきではないと。えー、もしくは、債務不履行の場合で、表ょ合わせるべきだということで、えー、この主観3年、客観20年ののが5年20年になってるんだよね。でなので まあこのような形で、えー、事項によって証明しな間違い。ちなみにこれ、債務不履行の場合だったら、5年10年だよね。債務不履行の場合は5年10年なんだけれども、やはり同じく人の生命身体に関するものは5年20年に特則で伸びてますから、要するに債務不履行で請求しようが、不法行為で請求しようが、どっちにせよ5年20年になるような立法上の対ち付になっているというところを、ね、確認しておくといでしょう。はい。じゃあ、もうあと少しで頑張っていきましょう。では、A、43番。 えーまあ、被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した疾患が原因となって損害が発生した、まあ、いわゆる身体的損因に関する問題、損、えーまあ、因減額の問題ですねで。当該疾患の対応程度に照らし、加害者に損害の全部を賠償させることが公平に資するときは、裁判所は、えー、損害賠償額を定めるにあたって過失相殺の規定を累積適用して、えー、被害者の疾患を考慮することができるということで、これは結論としてはまるです。 で、丸なんだけど補足説明しておくと、あの、これ判例どうっていというか、いわゆる身体的素因は、疾患に当たらない限り特段の事情がなければ過失相殺できないんだよね。 あのちょっと首が長かったっていう事例です、被害者がね。被害者が標準よりもちょっと首が長かったから損害拡大したって時に、それを過失相殺の規定の類似適用できるかって問題で、そのような、まあ、いわゆる身体的特徴、まあ、通常の人とは異なる身体的特徴を持っている場合には、疾患に当たらない場合には、特段の事情なき限りは過失相殺できないっていうのが判例です。だから今回の問題のポイントは、疾患ってところを読み取って飛ば,飛ばしてないからです。これ、なんとなく過失相殺できるよって、スルーッと流しちゃうと、意外と変な引っかかり方するからね。 えなんか普通の人とは違う身体的特徴だったらダメなんですよ。あくまで疾患に当たらない限りりというのは判例の立場だから、今回、この疾患というところをちょっと立ち止まれなかった人は、まあ、結果が丸だったとしても、ちょっと要注意という感じでしとくといいです。ではここからは、えーあれですね、親族法です、はいえー。父母が離婚により終了しました、配偶者の財産分与請求権が認められる、また、婚姻が父母の一方により死亡した場合には、生存配偶者の相続権が認められる、これは丸ですよね、えー、ここまでは。 でで判例によれば、内縁関係について類推して認められる、えー、これが罰です。あの判例は、一切相続人としての権利義務みたいなものは、配偶者認めないからね、内縁については。えー、なので、えー、例えば内縁の人に対して相続財産を渡そうという場合に、えー、このように <laughs> 財産分与の類推適用とかね。 相続のの規定推用みたいなものは一切認めななないいととうことになりますなので、内縁配偶者はちょっと気の毒ではあるんですけれども、あの相続人がいないならば、特別援護者として財産残る道はあるんですよ。えー、まあ相続人がいないならば、特別援護者っていう形で、財産を残す道はあるんだけど、相続人がいる場合には、内縁配偶者は基本的にはまあ一切の財産というものは得られない立て付けになっていると、まあ、いう点は確認してみましょう。 では次です、はいえー、45番はこれ、民法というよりは民訴みたいな問題でしたかね、えー、競技場の離婚はと届け出で成立する、まあ、これはいいですよね、離婚の要件の、形式的要件としての届け出で、判決の離婚は、えー、判決確定時に効力を生じる、これはまです、なぜならば、えー、判決の離婚ということですから、これ、形成判決ですよね。ということで判決確定によって法律効果の変動が生じるということになりますので、まあ、これは、まあ、離婚訴訟ということですから、まあ、形成判決じゃねっていう。 いいいいうととところをまあ抑えておくといいかと思いますでは46番 <laughs>、えー。父は死亡した子どもでも直系貴族があるときに限り認知することができる。まあ、あの子どもが死んだ後にお父さんが認知するっていうことも一応あるんですね。でこれはまあ相続法とかの勉強は親族法かな親族法の勉強でもやるんだけど、要は財産を残すためです。その認知することによって相続人になるから、その。 その実際に死亡した子供であっても認知すれば、その子供の孫に当たる人に財産を残せるんですよ。だからもし仮に、子供が死んでいたとしても、その人を認知することによって、孫に財産を残せるっていうことから、こういう子供が死んだ後の認知も直系貴族がいればできます。でただ、えー、直系貴族がいればできるんだけど、成年者の時には承諾がいります。えー、ということです。これはあ,のあくまでもやっぱりその意思に反して 相続人させるというわけにはいきませんから46条、46番については条文で783条2項で書いてある。783条だね。で、丸になります。はい、じゃあ47番、えー、特別養子縁組に係る養子は未成年者である間は、えー、養子の親権に服するが、実家の父母の相続人としての地位を失わない。えー、とこれ、間違えた人は本当に要注意。 あの普通養子縁組と特別養子縁組の一番大きな違いだからね、あの特別養子縁組っていうのは、まあ、言ってみれば親の虐待みたいな、実方の虐待みたいな感じで恵まれない家庭にある、まだちっちゃな子供っていうのを、まあ、温かい家庭に実際養子縁組させることによって、その子のまの、まあ、言ってみればその幸せみたいなのをね、あのちゃんと守ってあげようみたいなのが特別養子縁組です。なので、特別養子縁組はその性質上、実方とね、切れますからね。えー、なので、この相続人としての地位を失わないというのはもう確実に違うと。 あの言ってみれば、普通養子縁組はあの実方との関係残るんですよ。だからお母さん、お父さんが2人いるって、普通に二組いるってことあり得るわけですよ。実の親との養子上の親っていう風に、実親子関係と養子親子関係で並走するのよ。だけど、それは特別養子縁組の場合には、もう制度趣旨として実方と切って、新しい特別養子縁組の中で幸せな生活をしてもらうってことになりますから、あのこれは相続人の地位は失います。えー、ともしまあ間違えちゃった場合には条文817条の9。 援組で,終了しますではあと三問、ちょっと長丁場でしたけれども、あと3問で、えー、担当の部分の解説、簡単に終わりせましょう、はい。判例によれば、えー、共同相続が生じたとき、相続財産を構成する金銭は当然分割され、遺産分割対象にならない、えー。これはまず結論としては×。<laughs> えー、これはね、あのー、よく聞かれます。金銭は あの本来的にはなんか分けられそうなんだけれども、あの最後の、ね、遺産分割を調整に使うことが予定されてるんですよ。えー、一番最後に遺産分割協議がまとまったときに、その微調整のためにやっぱり金銭みたいなものを使って、まあ、分けるっていうことが想定されてるから、その非相続人の金銭っていうのは、その当然に分割するんではなくて、一旦遺産分割の対象として順あの、これ共有っていうのが分からないけどねあの、遺産分割の対象というふうになりますので、48番はここ間違っていると。 で、四九番。えー、は従事者が遺言者より先に死亡した場合には、はい、従事者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。えっ、ー、と、まず。これ、もし知ってれば、それに越したことないんだけど。知らなくても考えるっていう経の問題方と思います。あの、従事者っていうのは、結局、遺言によって、要するに財産をもらう人でしょ。で、通常、これって言ったら。た 遺贈するってことはどういうことかって言ったら、その人に生前世話になってるから、その人に対してね、自分の財産からあげましょうとかさ、まあ、その従者との個人関係に基づいてるんですよね。その、ま、要すに遺贈ってのは遺言による贈与ですから、その遺言によって渡すっていうことをする以上、その人に対する、まあ、個人的な、ま、関係みたいなのが想定されてる。だからもし仮に遺言者より先に従者の方がなくなってる場合には、あの、この遺贈は無効になります。 無効になりますでこれも条文がありまして、9941個。純、ま、医、あ、者が遺贈者より先に死亡した場合には、これ、遺贈が無効になります。ということですね。そして最後、被、えー、相続人の携帯姉妹は遺留分ないよね。 遺留分持ってるのは、経定姉妹以外の相続人です。経、えー、定姉妹以外の相続人ということになりますので、まあ、条文としては100、1042条かな。遺留分持ってる人は書いてありますからね、1042条の1項で、えー、規定がありますが、えー、この中に経定姉妹は含まれてないということになります。ということで、一応全部で50問やりましたので、あのまあ、まあまあまあ、合ってた数とかを、ね、ちょっと確認して、どのぐらい解けているのかなというのを見ておいていただければと思います。でではは次のところですけれども今度は、えー 記述の方うは、ね、25問ほどありますけれども、まあ、これはちゃんと書けなきゃいけないよっていうものですので、えー、回答例の方にちょっと載っけてます。えー、まず1問目ですね、まあ、今度はちょっとすの回答例の方を移しながらですが、作、え、語、ー、取り消しの主張権者について、取り消しが主張できる人は、はいえー、まず、 一個目についてはね、歌あや意思表示をしたものまたは代理人もしくは証券人ってことになります。で、基本的にまあ自己採点するにあたっては、あの全部言えなきゃいけないっていうところはあるんだけど、あの一番上のところはとりあえず、ね、その本人周りってことは言えてればいいです。要するにその本人周りだよってことが言えてればいいです。この代理人証券人まで書けなければダメっていう感じじゃなくて、えー、っていう感じです。で、ただ次はね、バッチリ言えなきゃいけない。あの例外的にできるのは、債権保全の必要があり、かつ、憑依者が錯誤を認めている場合には、 えこの場合には、債権者が債権代金を行使することによって、錯誤取り消しができますよっていうことですよね。えー、なので、ここについてはま知識しっかり押さえましょう。で、次にえ2番、押、ま、さ、あ、えなきゃいけないので、利益相反行為に当たるのはどのように消せられるか、まあ、いわゆる外形説なんで、まあ、キーワードはここが書けてれば OK にします。外形的に出らして、定型的、外形的に判断っていうことが書けてれば OK です。 まあ、そ,のその後ろのね、動機とつまりその主観的要素を持って判断すべきでないって判例を言ってますけれども、あのとりあえず規模として押さえておいてほしいのは、行為の外形に照らして定型的、外形的に判断というのが言えてればいいと思います。ちなみに、ね、自己採点じゃないけれども、点数の一つあの、基準としてあるのが、複数のカッコがあるやつは、1個間違いだったら1点とかにすればいいんじゃないかなって気がしてる、<laughs> 1個間違いだったら1点で、まあ、それ以上間違えたら残念というね、えー、いう感じで判断すればいいと思います。で次に3番、はい、広報上の えー、行為の代理権、まあ、大体これ登記、投機申請行為とかそれが典型的ですけれども、あの原則として基本原にならないんですよね、えー、広報上の、えーえー、行為ね、広報上の行為の代理権というのは基本とはならないんだけど、例外的に司法行為と密接に関連するものなら OK ということです。まあ、キーワードはこれだね、司法行為と密接に関連とか、もしくはこっちでもいい、司法上の取引行為の一環としてなされる、まあたりのことが書いてあればいいかなと思います。つまり スト,ストレートに広報上の行為の代理権では、基本代理権にならないんだけど、司法行為と結びつくものについては、例外的に認めるというのが判例です。で、4番、えー、4はこちらはね、えー、日常家事代理権の基本権限の問題ですけれどもあの、しっかり言えなきゃいけないのは、日常家事だと信じるにつき正当な理由が求められます。いいですねえーまあ、つまりこれ、通常の表権代理とは違うわけで、ね、通常の表権代理は代理権があることについての税務活性上。 通常の110条というのは、代理権があることについての税無価値なんだけど、この110条の趣旨の類推の場合です、この日常家事代理権を基本代理権とする場合には、それが日常家事だと信じるにつき正当な理由が必要になるので、あのここはあのしっかりとあのあ確認しておきましょう。事例によっては、ね、結論が変わってきたりすることもありますからね。では次に、えー、5番ですけれども、えー、新たな権限に当たるかということでね。 余談ですけどね、予備試験の令和4年の民法では、これにまあ近いものが出ていますね、えー、まあキーワードとしては、新たな権限には相続は当たらない、つまり相続によって当然に多種占有が自主占有に変わることはないけれども、もう事実的支配が外形的、客観的に見て、独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明した場合に限って100、えー、この自主占有の転換を認めると、まあ、これ、185条の問題ね。 185条の公団の問題です。185条公団でこちらの方実践への転換が認められると。つまりまあ相続があったというだけでは新たな権限とはならないよと。で、ただ、まあ、このように、まあ、これはもうそのまま言えなきゃまずいかな。えー、時事実的愛が外形的、悪観的に独自の世用の意思に基づくかどうかということですね。で、次に、えー、不動産賃借権の即時取得についても、この2つはまるまる言えないとまずいかなという気がする。土地の継続的な要益という外形的事実。まず、これが、 存在すること、まあ、とそれから、賃借の意思に基づくものが客観的に表現されているという2つの要件を求めています。でちなみに、これ、まあ、論文とかでよく出るのが賃借の意思に基づくことでが客観的に表現されているってどういうことかっていうとあの、賃借料とか賃料名義で継続的に金を払い続けているというケース。本当は 現実には賃借権はないんだけれども、その賃借人として当然すべき賃料の支払いみたいなものを継続的にずっと行っているという事情がある場合には、賃借意思に基づくことの客観的な表現が見て取れるので、ずっとだからそこを使い続けているという外形的事実があって、長期的に賃料を払っているみたいなことがあれば、不動産賃借権の自己取得というのは可能になるというのが判例の立場ねで次に、ここはまあな,んかなんかちゃんと書いてほしいやつ。善意取得における善意とは何か まず、時期程度がポイントです。要するに、全員占有というのは基本的に、本件があると信じる占有なんですよ。本当は本件がないんだけれども、本件があると信じる占有のことを言うわけですが、あのポイントは占有開始時であること。占有開始時であること。そして、信じて疑わないことね。信じて疑わないことね。だから、問題文の中でもちょっと書いたのは、時期対象程度って書いてありますが、占有開始時に本件があるということを、 信じて疑わないってことにないい友ととうこにりますですから、半信半疑は悪意なんですよ。もしかしたら違うかもしれねえなみたいなね。えー、半信半疑は悪意とされますから、ここは確認しておきましょう。では次に。えー、まあ これはもう建物買取請求権を非担保債権として敷地を留置することの可否。まあ判例上認めてますよね。建物買取請求権を使って敷地を留置すると。で本来だったら建物買取請求権で留置できるのは建物なんですよ。だけど土地まで留置できるのはなぜですかで、その実績根拠を2つ書いてねってことなんですが、あの、必ず書かなきゃいけないのはこの1です。土地の留置は建物がなければできないんです。あ、ごめん、逆だ。え、建物の留置は土地を留置だけできないんですよ。 だって建物空中に浮いてるわけにはいかないから、建物買取請求権行使するんで、建物は引き渡しませんって言っても、建物を留置すれば当然、それは敷地も留置せないと不可能なので、それが一つで、あともう一つは、とりあえずあの建物買取請求権の趣旨、まあ、これ、借地人保護とかあの社経、社会経済的な不経済防止とか、そういうことを書いてあるわけです。その要は、もし仮に認めないと、建物をぶっ壊すことになるんですよね。 その土地を留置することが認められないと、そうすると、えー、建物を取り壊しの不経済とか借地人保護といったようなのが全うできないということですので、まあ、書くべきことをまあざっくり2つ言うと、1つはやっぱり建物の留置は必ず土地の留置を不可否的に伴うこと、そしてもう1つは、やっぱりその建物買取請求権でこそ借地人保護とか、まあ、その社会経済上の不利益の防止というのがあるから、まあ、やっぱり認めるしかないよねということ、そういう自主的な理由とのを書けばいいと。じゃあ次9番 えー、こちらはです、ね、答え方、すごいたくさんあるので、実、まあ、説展開できていればいいです。えーまあ、考え方としてはあれだよね、その、重物に低都権の効力が及ぶかって問題で、一般的には370条説と、まあ、87条2項説に分かれますよね。で、370条説に立つと、これも深い一体物になれば、えー、別にこれ、実行時に存在していれば、すべて低都権の効力が及びます。まあ、これは要するに、重物をどう捉えるか。 ここはサクッと確認しておくと、えー、深い一体物に重物を含める見解と捉えて、そうすると、この370条説に立った場合には、えー、実際、抵等権実行時に存在する重物は、深い一体物になります。抵、ね、等権実行時に存在する重物は、そこに置かれた時点で深い一体物になるから、370条で当然に抵等権の効力が及ぶ。 なんでそれを書けばいいですでただ、答案書くときに気をつけてほしいのは、不可一体物っていう文言から、重物を当然に含むことができないので、まあ、もちろんこれ,あのそれ、それが書いてなきゃダメってことではないけれども、意識してほしいのは、経済的な不可一体性があるからこれに含まれるっていうふうに説明されるからね。 重物っていうのは、物理的にはさ、重物の定義って覚えてますあの独立してることが必要なんですよ。種物と重物は独立してて、種物の効用をまあ一方的に高めるものっていうのが重物でしょそうすると、その重物って定義上、種物と独立してるから、深い一体物っていう文言に含めるのは結構無理があるんで、なんとか解釈論をここは展開したいとなので、まあ、一応よく言われているのは、低等権は経済的価値の把握なんですよ。 低、えー、等権というのは、結局、交換価値の把握だから、その要するに、不可一体性は経済的に見るべきだと。だから、物理的な一体ではなくて、経済的な不可一体性を見るべきならば、主物と重物というのは、その経済的公用という点では一体と見ることができる。だから、これについてだって考えた。で、87条2項っていうのは、これはそうはいかんと、そうじゃないと、不可一体物には含まない。87条2項で処理するんです。で、この時にはこれ、2つ分かれるんだよね。 処分を実行と捉えるのかつまり、87条2項説っていうのは、深い一体物入らないんだよね。深い一体物で370条では定等権の効力は及ばないけど、87条2項で主物の処分に従うから、主物の処分によって重物も処分されるんだっていう見解。こののの時にじゃあ処分ってのが何なのか 抵等権の実行処分と捉えるならば、抵等権が実行されると、重物も実行されるってことになるでしょとすると、この実行説に立つと、この9番の設定後に運び込まれ、実行時において存在していたということであれば、実行時にあるので、そうすると抵等権が実行された時に存在している重物は、えー、一緒に効力を呼ぶと。で、ただ、処分を設定と捉える見解も有力なんだよね。 えー、要するに、定等権の設定行為こそが処分だと捉えると、そうすると、主物が設定されたとき、つまり、定等権が設定されたときに、重物がなければ、一緒に処分されないでしょってことになるので、そうすると、結論からすると、この、どの説を取ってもいいんだけど、この説とこの説だったら及ぶけど、この説だったら及ばないんです。その、低等権設定当時に存在しないからね。えー、定等権設定当時に、 重、えー、物が存在しない場合には87条2項設かつ処分を設定と捉える見解に立った場合には、えー、及ばないようになりますですがまあそれ以外の見解であれば実行時に存在しているので、えー、問題なくできるということになりますはい、じゃあ次10番いきましょう、えー、10番はこれは書けなかったらちょっと本当にまずいやつの一つ、えー、まずは不法選挙があるときに抵抗権者が取るのは基本的に所有者の持っている妨害排除請求権の代行使です いいですねえー、不法占有者がいて、それで低等不動産を勝手に占有している場合、低等権者としては所有者が持っている所有権に基づく妨害排除請求権を大行使するという法律構成になります。えー、なので、じゃあその時の要件をちゃんと判例上言っているところね、まず1個目、この時に侵害と評価できると。低等不動産の交換価値の実現が妨げられ、優先弁済請求権の行使が困難となるような状況があるときに、まず低等権侵害が見て取れる。でこの場合には 何かというと、まあ、右状態を是正し、適切に維持管理を保存するように求める請求権を持つと。で、これが非保全債権になります。これを非保全債権として、この所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代行するということになるので、そうすると、ここ、これが要するに、まあ、非保全権利という扱いになるわけね。 非保全権利って扱いになりますので、まあ、言ってみれば、低等権者が直接、明け渡せっていうふうに言うことは避けるべきなんでね、あくまでも使用収益権限っていうのは、あくまでも所有者である、低等権設定者が使用収益権限あるわけだから、その低等権者ってあくまでも交換価値の把握しかしてないわけですよ。なので、その低等権者自身が、えーまあ、直接出てくるっていうよりは、むしろ所有者が持っている権利を再建対するんですよ。そうすると、しっかり抑えなきゃいけないこと、実は2つ目なんですよね。その 抵等権侵害がある場合には、その抵等権者は所有者に対してちゃんと管理しろという請求権を持つので、その請求権を非保全権利として、えー、再決済するという流れをし示しましょう。じゃあ、それと関連して11番。で、11番は今度は占有権限ある占有者の場合ですよね。この場合にはこの10番の構成使えないので、えー、直接抵、えー、等権者自らが抵等権に基づいて、妨害排除請求できるんですね。 えー、この場合には、その10番のような採決台の構成が取れないときに直接やれると。じゃあ、このとき判例が言ってる要件が、主観要件、これです。設定のこれかな。えっ、ー、と、競売手続き妨害目的っていう主観要件。まあ、つまり、債務者である設定者が、えー、定当権の実行を妨げる目的で、えー、なんか、 すするととかね、まあ、そういういケースで,すであとはもう一つ、客観的要件は優先弁済権行使ができなくなるような状況が必要と、えー、低等不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済権行使が不可能になるような客観的要件がある場合には認められる場合には、低等権に基づく妨害排除請求ができると。で でさらに言ってるのが、直接事故への明け渡しができる要件がこれね、えー、本来だったら、あくまでも低等権者は妨害排除請求をするんだけど、元に戻せっていう請求ですよね、えー、元に戻せっていうふうにやるのが本来の形なんだけれども、まあ、ただこのような状況、もう債務者が適切な維持管理が期待できないときね、えー、つまり低等不動産の所有者が、低等権に対する侵害が生じないように適切に維持管理することが期待できない場合には、直接事故への明け渡しができると。 ということで、この11番は要件バシッと言えてほしいやつ。あの上2つが、定等権に基づいて妨害排除請求ができる要件。定等権に基づいて妨害排除ができる要件。で、一番下のやつは、その直接事故への明け渡しまで求めることができる要件。っていうことになるのでえ、ここはスッと言えるようにしましょう。では次に12番。まあ、こちらはね、再建担保の目的を達成するのに必要な範囲内で認められる効力は、まあ、担保権を実行する効力ということです。えー、なので、 まあ、非担保債権の履行地帯したときに担保権実行するような効力だけが移転するということですね。じゃあ13番。え13番ちゃんと書いてほしかったところが、これおそらく特別損害の話だよね。えー、まあ、なんとなく転売予定があった。で、これはちゃんと書いてほしかったのが4月1日時点であること。つまり、債務不履行時に債務者が予見すべきだった場合だよね。 特別損害という形で、その特別事情を基礎事情に取り込むことができるのは、債務不履行当時に債務者が、その特別事情を予見すべきだったという事実が必要になります。でもちろん、この特別事情はこの2つなんですよ。高騰していることで転売予定があったという事情。つまり、4月1日にこの高騰であるという、でありかつ転売する予定があったという、この特別事情を、その履行不能時に予見すべきだったということが欠けていれば OK。 はい14番は長めです14番の問題については、まず不特定物は特定されるまでは無限調達です、性質上無限調達です、でそして特定されると、400条で全館注意義務になります、そしてその後、まあ、受領拒絶に至ったと、債、ま、権、あ、者が受領拒絶したという場合には、まあ、受領地帯になりますから、事故の財産に注意義務が落ちるということですから、ここはちゃんと知識を確認しておけばいいです。 で、次に、えー、15番ですが、えー、対抗要件を備えていない不動産賃弱人がいて、えー、目的不動産を不法占有するものに対してどうやってやるか。これやっぱ、あの、あれです、あの、最下位です。言ってみれば、賃弱人が、その、目的不動産をも、あの占有している人がいると、まあ。例えば、ちょっとこの辺のところにちっとサッと書いちゃいますけど、15番ですけど、例えばですけど、AB 間で、 まあ賃貸借契約があって、で、まあ、ここになんか家があって、で、C が不法占拠していると。でもし、この B に、賃借権の対抗要件があったらどうしますさっと言えるかな。賃借権の対抗要件が、もし仮に B が備えられているのであれば、何をすればいいかって言ったら、605条の えとまあ、いわゆる賃借権に基づくができるんですよ。賃借権に基づいて明け渡しを求めることが、まあ、条文確認しておいてもらいたいかな、605条の4ね、605条の4の2号で、仮にあの賃借権の対抗要件、不動産賃借権については、賃借権の登記、または借地の場合には借地上の建物登記、借屋の場合には引き渡し備えていれば、賃借権の対抗要件あるので、でこの場合には605条の4でやっちゃえばいいんですよ。 600条の読んで B から C に直接出てけーって言えるんですよ。対抗要件があれば。もう今回対抗要件ないから、どうしなきゃいけないかっていうと、A が C に対して持ってる、これ、所有権に基づくがあるわけですよ。まあ、明け渡しにしようかね。まあ、妨害排除もいいかな。え、これを B が、 です。ということだから書かなきゃいけないことは実は何かっていうと、非保全債権何かちゃんと書いてる。B が A に対して持っている非保全債権は何だろうとます。じゃあこの時の非保全権利って何でしたかって話なんまあ流れとしてはあの、対抗要件があれば、 対抗要件があるんだったら65条の4の2号を使っちゃえばいいんだけど、今回ないので、ちょっと回りくどいけど、A が C に対して持っている所有権に基づく請求権を代行するしかないと。じゃあ、この非保全権利何かっていうと、それが、これですわ。使用収益させろってやつです。ここの部分は使用収益させろっていう部分です。 これ、非保全権利がこの今マーカーを引いたところです。えー、賃貸人に対する、えー、目的不動産を事故に使用収益させなさいという請求権、これを非保全権利として、あとは、賃貸人が持っている、えー、物件的請求権を代行しちゃえばいいということが書ければ OK です。で、そして次ですね。えー、まあ、この辺はさっとやっちゃいましょう。えー、財産分与が加害行為取消しの対象になるかですけれども、もうここが書ければ OK。不相当に課題であり、財産分与に固くされる財産処分、 であるということですこの場合に限ってなると、まあ、原則だから差害行為にならないんですよ、えーと。確か財産分与っていうものはね、あの複合的行為ですからね。えー 単なる生産的要素だけではなく、扶養や慰謝料という要素も入りますから、まあ、単純に財産権を目的とした行為と捉えきれない部分もあるのでえ、原則としては差害行為にならないんだけど、ただこのように場合です、ね、不相当に課題であり、財産分与に固くされた財産処分と認めるにたり、特段の事情がある場合にはできると、でその時には不相当に課題な部分だけ、ね、全部を取り消せるわけではなくて、不相当な課題な部分の限度で取り消せるということになります。はい、<laughs> では17番、17番、穴埋め、二重譲渡の同時到達。 まあ、いわゆる到達時点だと同時到達になりますから、どちらも第一譲りけになっちゃうんですよね。登記みたいにどっちかが先に一人ゲームみたいになるものではなくてあの、どうしても債権譲渡の、ね、通知っていうのは郵便ですからえ、同時に到達しちゃうことがある。その時はどっちも1位です。従って、えー、1個目の穴埋め、えー、各債権者は債務者に対して全額請求できます。それぞれ全額請求できる。で債務者はどっちか一方に払えば面積です。 えどっちか一方に払えば面積です。そして、弁済を受けることができなかった模倣は、お互い1位なんだから、まあ、いわ安分額を払えという請求ができるっていう流れが見えてれば OK です。では、それでは18番です。えー、18番、これも予備試験とかだと、これストレートに聞かれるやつだね。あの、契約が2つあったと。A という契約と B という契約があって、A の債務不履行で B を解除できるか。 で原則できないんですよね。2つの契約は別ですから、A と B の契約が違うんだったら、A の債務不履行で解除できるのは A だけなんですね。で、B は解除できないんだけども、判例はあの密接に関連付けられている場合で、まあ、これはストレートにスーッと言えた方がいいやつかな。えーまあ、相互密接に関連付けられていて、社会通念上、複数の契約のどっちかだけでは意味がないっえっ、ー、と、判例はあれだよね。 リゾートマンションと、確かスポーツクラブみたいな、まあリゾート施設かな。えー、そのマンションとそこに付帯するリゾート施設の会員権っていうのが別個契約を結んでて、で、マンション自体は建ったんだけれども、リゾート施設の方がオープンできなくて、リゾート施設がもう、その会員になれないっていう状態で、その時にじゃあ、その近くのマンションを買ってもしゃあないわけですよ。 なので、そのリゾートクラブの会員権の方ですね、リゾート施設の会員権の方の債務不履行をもって、そのリゾートマンションの建物の購入っていうのも解除できるっていうのがまあ判例でありますので、まあ、似てるところありますよね。あのなんか、イメージとしては、別荘を買って、近くにスキー場があるから別荘を買ったのに、スキー場がオープンできなかったらその別荘だって解除できるでしょっていう、まあ、そういうやつですよね。じゃあ次です。えー、19番、条文知識です。えー、とこれはあの担当でも聞かれるからね。 賃貸人の地位の移転があったら、敷金は承継されます。根拠はもう条文がありますから、6 5条の4項で、賃貸人の地位があった場合には、差し入れた敷金は当然に新しい賃貸人に引き継がれます。で賃借権の譲渡の場合には、敷金は承継されず返還されます。考えたらそうだよね。だってね、 賃借人が敷金差し入れててで、賃借人が変わったって言ったら、差し入れた敷金返せってう話ですよね。なんで新しい人のために敷金残すんだってことになりますから、敷金は生産されます。で、条文上の根拠書いてほしかったんです、これは。えー、問題文にある通り、根拠と合わせてたわけで、しっかりとこの承継される賃貸人の地位の移転の場合には、605条の2の4項で承継される。で、賃借人の地位の移転は6 2 2二条の2の1項,1項、1号これはの、あれです、敷金の返還時期の条文。 敷金の返還時期っていうのは、あれだあの、適法に明け渡したときと、えー、適法に賃借権の譲渡があったときですよね。あの、だからいわゆる 1, 1号が明け渡し時節ですよ。明け渡したときに敷金返還請求ができる。で、もう一つが2があ、ごめん、これ1号って書いてるけど、ごめんなさい。これ2号ですね、2号です。すいませんでした。ここちょっと訂正します。2号です。え、622条の2の1個2号で、 えと賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときに、指、えー、金は生産されますから、えー、これは消去されないと。じゃあ、あと6個いきましょう。はい、まず、えー、信頼関係破壊の法理はどのようなものか説明しなさい。えー、あのここに書いてある通りなんですがあの、外しちゃいけないのは、信頼関係が破壊されたら解除できるという書き方をするとツです。信頼関係がが破壊されたといいう特段の事情がない え待て信頼関係が破壊されたと認めるに足りない特段の事情がある場合には解除できないという発想、ね、で、ね、だから信頼関係が破壊されたら解除できるという積極的なものではなくて、信頼関係が破壊されてない限りは解除できないという法理ねだからあのこれはこれから勉強していくけれども、民訴法とか実務基礎とかで出るけどあの、要するに、信頼関係が破壊されていないということの主張立証責任は沈着人が負うんですよ。 なのであの解除を請求を受けた側ですね、解除請求を受けた側が、まだ信頼関係は破壊されてねえから解除できねえぞっていう抗弁として現れるんです。なので、あのこの点ですね、えーと、配信行為と認めるに足りない事情がある場合に、例外的に解除権発生しないという考え方です。 でちなみにこれ20番では無断上と無断転退というふうに書きましたが、学習進んでいる方は通常の541条とか542条の通常の債務不履行解除でも賃貸借は信頼関係破壊の方で適用あるからね。あの例えば賃料払ってないとか、ね、家賃の未払いとか、まあ、そういうようなその無断上と無断転退以外でも541条とか542条の解除でもその賃貸借契約の解除には信頼関係破壊の方で適用されると。そして十一番。えー、21番はこれはあの解説済みみたいなところがあって その事故の賃借権を C に主張することができる方法っていうのは、要は、対抗要件備えることに尽きるわけですよね。ということは、その対抗要件全部書いてくれればいいです。その要は、書かなきゃいけない、対抗要件3つ、まあ、ちゃんと書いてほしいかな、不動産賃借権登記、借地上の建物登記、借家だったら引き渡しなんだけどで、その時に書かなきゃいけないのはこれ、C の所有権掃除に先立ってっていう要素は入ります。いいですね、じゃないと、いつ途絶えてもいいってことになっちゃうからね。 えー、ここにもあるとおり、自分の賃借権を要するに新しい所有者、自己の賃借権を新しい所有者に主張することができる方法といった場合には、もちろんこれ、対抗関係ですから、えー、C, の C の所有権と、えー、B の賃借権は対抗関係ですから、C の所有権登記に先立つグリが必要になるので、そこの部分は忘れないようにしておきましょう。はい、じゃあそれではは、えー で21番ですけど、あとこれ21番、別解としてあの C に認めてもらうっていうのも一応ありえなくはないんですよね。あの要するに C に承諾してもらうとかね、えーまあ、C に何とか許してもらうみたいな、そういうあの話もあるけれども、基本的に想定されているのは対抗要件っていうのが一応この問題ですし、で22番、十二番は、これがさっき触れた問題なんですよ、87条2項の類推なんですよ、A 所有の建物があ、A 所有の高土地上に落つ建物が建ってます。 で、この落つ建物を建物の所有者である B から C が譲り受けました。ここまでね。そうすると、この時点で賃借権の譲渡は当然伴ってます。ですね。つまり、今回は AB 間に土地の賃貸借があるわけですよ。AB 間に土地の賃貸借があって、で賃借人が土地の上に建てた建物、それを売ったんでしょ。そう、建物の譲渡と一緒に、土地の賃借権も一緒に譲渡されたことになります。で、それは87条2項でしょ。 で87条2項類推で譲渡されている。そうすると、この人は賃借人になってるんですよ。一応、そのこの問題でいうと、その87条2項類推適用で、その落建物が譲渡されれば、当然 C が新しい賃借人になるんですよ。ということは、この賃借権を主張する、C に主張することができるためには、612条の要するに承諾をもらうということになるんでしょうね。えー、これはで、おそらくこの問題は承諾っていうのが、まあ、一番ストレートですよね。 賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、えー、譲渡することができないということになりますから、まあた、とりあえずこの流れが見えてれば OK。87条2項類推で、えー、この高土地の賃借権も一緒に C に譲渡されているから、その賃借権の譲渡を賃貸人に認めてもらえばいいと。そうすれば、その賃借権を A に主張することができるようになるということになります。でちなみに、説問文の22番で一応書いたのは、承諾を与えてくれない場合には、 着地着法で代許可っていう法あのものがあります本来承諾を与えるべきなのに、地主さんが承諾を与えてくれないっていう場合、本来だったら建物をぶっ壊さなきゃいけないんですよ。承諾を与えてくれないんだったらね、あの無断譲渡になっちゃいますから、えー、賃貸借契約解除されますからね。そうすると、本来だったら地主さんの A が承諾を与えないんだったら、そのまま、 えー、賃貸借契が終わってしまいます、解除されてた取り壊しになるんだけど、ただそれだと社会経済上の不利益とか賃借人にとってよくないので、えー、この、まあ、22番の問題文に書いたけど、借地借家法在、代奪許可という制度があるので、その承諾を得られない場合には裁判所に言って、えー、代わりに承諾の、A の承諾の代わりに裁判所の許可で壊さなくてもよくなるという制度があるというところです。まあ、今回、入門を超えちゃうんです、少しここは止めました。23番,えー、23番は えまず前提確認しましょう。下請け人が材料を提供して建物を完成させた場合、判例の立場からすると、材料供給者基準説なんで、建った建物は下請け人のものになります、原始的には、本来はね。えー、そこはもう原則論だよね。えー、原則としては材料供給者基準説に立てば、下請け人の材料供給ですから、それで、まだ、あ、OK。あの本来だったら下請け人の所有権になるんだけど、ただ、注文者と元請人の間で、所有権が注文者に帰属するという特約があった場合、その要は、 本来だったら、材料供給者基準説だったら、下請け人が現所有者になるはずなんだけど、その元請けと注文者の間の特約の効力が下請けに及んじゃったら、注文者ですよね。じゃあ、これはどうなんですかっていうね、特約に拘束されるかですが、判例が明確ですよね。拘束されるっていう結論。で、理由付けは、ただキーワード書ければいいかな。履行補助者的立場に立つというところですよね。つまり、下請けっていうのは元請けあってなんぼなんですよね。 えー、下請けってのは元請けがあってなんぼなんだから、下請け人ってのは結局は元請けの履行補助的立場に立つから拘束されますよということです。で、そして24番、えー、24番については、不法原因給付が成立する場合の所有権は誰に帰属するか。で、これ、あのちゃんと書いてほしいのは、反射的効果って言葉判例がもう言ってるのは、要するに、念のため確認ね、不法原因給付があった場合には、その、 給付した側っていうのは、まず返還請求できないんですよね。その例えば、まあ、有名なのが愛人関係を維持させる目的で建物を集教的給付したと。で、この時に、例えば愛人関係が破綻したから返せって言っても、それはもともと愛人関係維持っていうのは公序良俗違反ですから、不法減給付に当たります。で、集教的給付がなされたってことであれば、再建的な返還請求できないし、あとは判例は、あの物件的請求も認めないよね。この不法減給付の累積を。累適用で。 本来の再建的な不法原因給付の基づく返還請求もできないし、私は要するに、大体こういう時ってあれですよ、公助労違反で無効なんでしょ、だから愛人契約が公助労続違反で無効だったら、もともと贈与契約が無効ならば所有者は私だって言って、所有権に基づいて返還請求も一応可能性あるのよ。だけど判例は、不法原因給付が成立して、不法原因給付として再建的な返還請求できないものについては、物件的請求も同じようにできないと。 まあこれは累積適用になるか、708条の累積適用ということになりますけれども、結局できないと、そうすると、どんな手段を使っても返還請求できなくなっちゃうんですよ、不法言及が成立すると。で、どんな行動が、どんな手段を使っても返還請求できないから、その結果として受給者に移るんですよ。なので、この返還請求が否定される反射的効果として、受領者に帰属するというのが判例の立場なので。 まあここはもううととと言えるようにしておくといいと思いますでラスト、使用者責任の使用というのは実質的な指揮監督関係があればいいということですね。まあまあ、有名どころとしてはあの暴力団の組長訴訟をなんていうときにね、うんえー、その組長と組員との関係も一応、この使用者責任における他人の使用するなるみたいな、まあ、そういう問題になってきます。 まあ一応、あの、一つの基準っていう形でね、回答筋出していきましたけれども、まあ、大体、あの、マーカー引いたところあたりが今回しっかりとまあ引いていただきたい部分ってことになりますので、よく、あの、出てきたところは確認しておいてください。あとは、まあ、入門講座とかで、あの、受けられている方は、まあ、チェックシートであったりとか、講義メモとかで該当する箇所の確認をしていただければというところと、あとは、まあ、もしくはね、あの、オリジナルで何か、 あのまあ、インプットの教材使われていたりとかの方は、えー、その部分でまあ間違えたところっていうのをあのしっかりとつけておいていただけるといいかなと思います。特にあの全体的に問題数多いところではありますけれども、まあ、今の特に入門が終わって、という段階でも解ける問題っていう形になりますので、あのまあ来年合格目標で行かれる方は、まあ、外しちゃいけないレベルの問題っていうところになってきますし、あとはまあ1年目がちょうど終わって、 1>, 1年目のインプットがちょうど今進んでいるという方は、まあ、大体今、どういうところが得意で、どういうところが苦手なのかなというところを、ここでまあしっかり炙っていただければと思います。じゃあ、それではまた次回以降ですね、まあ、今回民法ということですが、まあ、次回はまた科目は商法ということになると思いますけれども、またこのような形式です、形式自体はこのような担当問題と、まあ、こういう簡易記述型の問題で少し効果測定みたいなのをやっていきますので、まあ、ぜひあの学習のモチベーションにしていただければと思います。それでは本日の一斉テストの方の解説の方は以上といたします。それれではお疲れ様でした Sitten